はい、皆さんこんにちは、 DJ のウクレレ講座です。今回のウクレレ講座はカッタウェイのあるウクレレ、ないウクレレ、この違いについてのお話をさせていただきたいと思います。カッタウェイというのはどういうものかと言いますと、これ今持ってるのカッタウェイなしですね。これカッタウェイあるモデルだと、はい、こんな感じになります。違い分かりました？横へ並べてみましょう。はい、こういうことですね。わかりますか？はい、ここの部分ですね。ここの部分です。カットされてますね。ここの部分。はい。まあ、そもそもなんでここをカットしてるのかと言いますと、ハイポジション。この辺の高い位置ですね。この辺に手がスムーズにいくんですね。今と同じようなのをカットなしのウクレレで弾いてみましょう。弾きづらいですね。はい、非常に弾きづらいんです。まあ、ここがあるだけ、手がこう指がですね、こう行きづらくなってきます。はい、でも今聞いていただいた音、それほど使えるものじゃないですし、 BJ がアレンジしたウクレレソロ、今まで数々の曲、たくさんの曲があるんですが、この辺まで弾く曲は1曲もありません。はい、この辺のハイポジションですね、この辺弾くのは1曲もないですし、それ以外でもあまり使わないですよね。ジャカソロのこういう風な時に、この辺まで上がってくることはあっても、それほど多用する部分ではないと思うんですね。はい、エレキギターの場合はこの辺割とチョーキングとかでロングトーン出したりするんですが、ウクレレのこの辺の音って聞いていただくと、弾いたらもうすぐ音が減衰して、あんまりカーンっていうぐらいの音が消えますよね。これあんまり実用的に使える部分ではないと思うんです。はい。まあ、でも皆さんはですね、このハイポジションを弾けるからカッタウェイを選ぼうというよりはですよ。見た目ですよね。このウクレレ、2本並んでます。どっち買おうかな。カッタウェイある方がかっこいいかな。ない方がかっこいいかな。まあ、その辺ぐらいの、違いで購入するという方が多いんではないでしょうか。実際はですね、このカッタウェイのあるモデル、この部分の、ボディの中身、内容量が少なくなってますよね。これに比べてここの部分があるだけで、わりかし豊かに響く、低音がしっかりと出るという風な傾向にあるようではありますが、これぐらいの差ではそんなに言うほど明確にはないんですね。ちょっと2本ちょうどありますので弾き比べてみましょう。これ今カッタウェイですよ。はい、次にカッタウェイなし。程度ですよね。ここの部分がないからというよりは、そもそもウクレレが鳴るかならないかぐらいの差、それぐらいですので、あ、カッタウェイない方が明確に音が違いますねっていう風な感じでの差は出てこないと思います。まあ、ただですね、気分的にここの部分がないというだけで、ボディがちょっとコンサートサイズっぽい感じのイメージで、まあ言うなれば歯切れよく音が切れる、逆に言えば低音が若干かけるカッタウェイがある方がですよ。まあそういう風な感じの違いかなというところですね。はい。カッタウェイありの方ですね。
れある方が軽いのかなと思ったら、そういうわけでもないですよ。これも誤差程度ですね。それ以外の部分が重たい重たくないによって、まあ同じメーカーの同じ型番のウクレレでも使ってる木が重たい部分であれば重たいし、軽い部分を使ってると軽いし、この辺は木の誤差的な感じはあると思います。まあですので、買った上ありとなしで、同じモデルであるとすればですよ、どちらを買うかというと、これはもうあとは見た目で選んでいただくのがいいんではないかなと。ただまあ買った上の方はこのちょっと、技術が追加されてるわけじゃないですか。まあちょっと手間かかるので、その点、いくらか値段が高くなってる傾向にもあるんですが、その辺で見ていただいた感じでいいなという風なところを選択していただくのがいいかと思います。はい、買った上のモデル使ってもここまで BGM もそれほど弾いたことないですもんね。ウォーミングアップでも人差し指8フレットぐらいで戻っていきますし、使ったとしても12フレットいって15フレットですね。15フレットぐらいになってくると、買った上あってもなくてもそれほど影響のある位置でもない、まああった方が若干こう行きやすさはありますけどね。そんな感じですね。はい、今回は買った上ありとなし、まあ検証してみたわけなんですが、まあ最終的な結果はですね、見た目の良い方を選んでくださいというふうな感じになりました。はい、あとカットウェイでなく、ここに置いてあるんですけど、これオースティンの海ワンシープロなんですけども、こちらはコンター加工、ここの部分見ていただくと、はい、こういうふうに完全にカットされてなくて斜めになってるんですよね。この斜めになってるのも割とここまで指が届きやすいですよ。はい、こういうウクレレもあります。ということで BGM のウクレレ講座でした。今回の動画がいいなと思った方はぜひ高評価ボタンのクリックをお願いします。チャンネル登録の方もぜひよろしくお願いします。ということで BGM のウクレレ講座でした。また別の動画でお会いしましょう。さようなら。目を閉じて星空を見る、できないだから、今はまばたきももったいないと思う。ランタンの明かりに来る夜、音がない今、僕は忘れない。いつもいつまででも